声大丈夫ですか？え？あと1分ですけど、マイク大丈夫ですか？今から。ああ。オッケー、サンチオッケー。サンチェスオッケーですか？はい。ひとみは。マイクチェック。はい、オッケー。高見。マイクチェック。うん、オッケー。はい。もうちょっとツイキャスが下ですね。あ、OK です。あと10秒。32 1 エビックのびっくりラディオ。さあさあ今週も始まりました。金曜の19時にお届けするエビックのビックリラジオ。この放送は映像会社エビックのですね、はい、この放送は毎度おなじみサンチェスとバナとヒタミンと高見でお送りいたします。はいよ。ということで今週のテーマは家族の思い出。 Yes。 皆様の家族はどんな人たちでしょうか？ Yes。 フランス的に家族ですか？ No。 あとじゃないよ。弟に怒られたこと。あとって。兄弟喧嘩、おばあのカメカメ攻撃、いろんな家族のエピソードお待ちしております。はい、番組へのリクエスト、コメント、感想はメール abic@fmgino1.com、abic@fmgino1.com までお願いします。またこの放送はツイキャス、ユーストリーム、サイマル放送でもお楽しみいただけます。詳しくは fmgino1のホームページをご覧ください。この番組は。ビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション APIC、 片アク解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りします。うんこ。エロいな。なんで？サロンの心さん。アーティッシュ。ポッキーの袋開けたら結構折れてるし。あなたたまにあるね。たまにあるな。この時期折れやすいからな。あっちの部分折れてほしくないよね。取っ手の部分。あー、わかる。それ言ったらキノコの山の取っ手も気になりません。結構折れてるね。そうなの？折れてるって感じ。あれもそんなに、あれはいります？あ、大事。いるでしょう。すごい大事。うん、あのサクサク部分は大事だよ。わ、ね、まんこ。なんかそれ。あれがないとダメだよ、やっぱり。うん。傘の取っ手がないようなもんだよ。え、うん、傘の取っ手がないようなもんだよ。そうだね。超やるよ。でしょ、大変でしょ。いや、なんかすごい比べたな、比べた。5、4、3、2、1。はい、79.7MHz でお送りしております、うん、ABIC の ABIC ラジオ、はい、今週のテーマ家族の思い出、はい、どんどんメールください、ね、はい、突然ですけどね、何でしょうか、はい、今週ちょっとお祝いしたい日がありまして。何ですか何ですか、ちょっと勘のいい人は気づいてるかもしれませんけども、男性職はね、はい、今週の、8月1日だったかな、2日ですね、1日ですね、あ、1日だった、1日が、1日だ、なんとあのパイで、パイパイ、おっぱいの日、あ、おっぱいの日だだったね、おっぱいの日、盛大に祝いましたね、うん、はいはい、カモカモイエーイ、カモカモイエーイ、チュチュチュ、おっぱい、おっぱい、ボイン、ボイン、好きだねこの曲、おい、おっぱい、おい、ファンタジー、ちょっと待って、ちょっと待って、これさ、本当にサンチェスさんが歌ってるこの曲はいいね、心からの叫びですね、
ちょっと待って何ですか、どうした、違うだろう。ちょっと水を刺さないでよ待って待って待って、何ですか、気持ちよく歌わないで俺の心はどうしてくれるなんで心って、そうだよ、祝う日でしょ、うん、違うわ、おっぱいは祝う日、おっぱいは祝う日だ、何がおっぱいの日、サウルの心さんもおっぱい好きかいって聞いてます、大好きです、好きだけどもちろんです、いやおっぱいで語りたいですよ今日1時間語りたいよね、本当は一応語りたいな、女性がいるので、うん、確かにな、語れない人がいるので、ね、時間も時間だしな、はい、内容にはねよってはいない、うん、じゃあ本題に入りました、は8月2日、はい、お高見の誕生日でございます、ありがとうございます、おめでとう、どうもちょうどねあのラジオ収録がその2日の日だったんだよね、そうそうそう、でもその時ちょっとお祝いできなくてパタパタして、うん、そうだねいや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 、うん、いいですよ、もうしょうがないです、それは平日なんで誕生日なのに、ね、いやいや時間も取ってもらって、もうね、うん、ちょうど27歳になりましたよ、わお、はい、ケーキ登場、マジマジですか、え、これ何、素晴らしい、こっちで用意しました、あ、ありがとうございます、いいな、ケーキ、危ないですかね、エア風だけです、ね、エア、炎はついてない、炎は危険ということでつけておりません、炎を消しますね、ありがとうございます、はい、消えました、講習が気になる俺のFM ギノスノさんのスタッフにもありがとうございます、ありがとうございます、はい、スタッフで美味しくいただきます、はい、ありがとうございます、真っ白い嘘みたいなケーキでしたねすごい綺麗な純白でしたね、でしょ、純白なケーキでした、待って、今年誕生日迎えたの、うん、俺が最初じゃないですよね、ひとみんがですよね、うん、私とバナさんは、バナさんもじゃない、うん、なんかやってよ、こんなことしてくれてなんか申し訳ないですよ、だってみんなやってないですもん、申し訳ないだろ、いやいや、ケーキ申し訳ないだろう、こんなに用意してないでしょ申し訳ない、なんかいや、こんな前にね、私の誕生日の時に夜中まで寝不足でサプライズを考えてくれたっていうことで、はいはい、何もしないわけにはいかないし、いやー、お礼としていつも盛り上げてもらってるという、うんうんうん、お礼も込めて、まあ、まあもうさっきのおっぱいの日は忘れました今のでまた来たよ、また来た僕ね、はい、もう4月から言ってるんですけど、うん、家族聞いてるんですよお母さん聞いてますか、今日ね、うん、家族の思い出ということで、うん、聞いてますか、もう本当にね聞いてるんですよ、父親母親がお母さんのおっぱいでここまで大きく育ちましたよ、母乳で息子は元気に育ってます、うん、未だに育ってますすごいあれですよ、自分の過激な発言を親が苦笑いっていう状況、まあ、こんなもんですよ、うん、ゾッとしますよね、うん、サウロの心さん母ですって言った、絶対嘘でしょ嘘でしょ、母さん見ないで、母ではないでしょ母さん見ないで、無口な AKB さんも来てるよ、はい、高見誕生日おっぱめでとうございます、ありがとうございます、おっぱいがおめでとうみたいになってますけどねいや、おっぱいはおっぱい、おっぱいはめでたいです、おっぱいめでたい、おっぱいは紅白ですね、ある意味、意味よくわからんけど高見のなんかね、はい、これからもよろしくお願いします、お願いします、うん、よろしくお願いします、うん、おっぱいの日祝った方が良かったんじゃないですか、おっぱいの日は俺の時にやらないで大丈夫ですか、いやだから誕生日の日にかぶせないでほしい、おっぱいの単独でやりましょう、サロの心さんが、はい、大きくなったわね、お母さんじゃないよお父さんは、お父さんお父さんどこにいるの、ね、お母さんってさ、サウロさんその前におっぱい好きかいっていう恐ろしい直球来てるお母さんだからね、お母さん絶対お母さんじゃないからね、大きくなったわねじゃないよ、はい、ということで、テーマに戻りましょう、はい、戻りましょうか、お祝いできたということで、うん、今日のテーマ、家族との思い出です、うんうん、皆さんいろいろありますか、うん、あるんじゃない、一応メール来てます、お、はい、いつお願いします、いただきます、エビネームサウロの心なのね、なのねんさん、ありがとうございます、よい子、ごめんなさいよい子のみんな、こんばんは、サウロお兄さんだよ、やった、親子との思い出、やった、あのね、家族でレストランに行った時の話なんだけどね、はいはい、全員メニューも決まり、親父がまとめて注文することに、うん、店員がやってきて、ご注文はお決まりになりましたか、親父、カツカレー2つ、ポークと卵1つ、あと奥様ランチ1つ。いいね。いいね。店員。はい。奥様ランチ。奥様ランチですよね。親父は少しキレ気味で。奥様ランチってさっきから言ってるぞ。感じなかったのか。店員は。だ店員は深々とお辞儀をし、急いでオーダーを伝えに行きました。親父は間違いなく、
奥様ランチに、奥様ランチ。どっちか分かんなかった。もう分からないもん。違いが分からんわ。滑舌、お子様ランチに奥様ランチと言ったのは僕は今でも覚えている。読み直すなよ。だって分かんないよ。今のやつ分からんかったやつさ。うん、そんな家族との思い出でした。おしまい。リスナープレゼントはピレトリンお願いします。ピレトリン結構しますからね。以上シックスシックスティーシックスは何すか。シックスティーセンスシックスティーシックスセンスセンスシックって言うんですか。なんだって、あんだって。まあいいや、次行ってみよう。まあいいでしょと、次行ってみよう。次行ってみましょう。シックスハンドレットとか言いたかったんですか。ピレトリンってあれでしょ、プシューって。あ、そっちか。あの外注くじ、そうだ、思い出した。俺飲み物と思ってた。ユッケル、なんでよ、ユッケルみたいなやつ思ってた。やめて、飲まんだよ、間違って、ね、即パタイだよ。母さん見てる。このあの言い間違いじゃないけど、この発音の発音が悪くて伝わらないってことよくありますよね。あるあるわ。うちの父ちゃんが横文字がめっちゃ苦手で、うん、必ずと言っていいほど間違うんだ。スポーツ中継とか見てても、うん、なんか野球ですごいプレーがあって、うん、みんなわーって立ち上がって拍手して、はい、見てすごいスタンディングオペレーションだね。スタンディングオペレーション。それ、うん、滑舌の問題じゃないです、うん、違う違う。もうわからないんです。座りなさい。間違えてるから。サロの心さん、父です。 お父さんも来たよ。もう3巻目みたいになってるよ、うん、今日見るな見るな。高見緊張するな、うん、緊張してないけど誰よ。緊張するな高見。どこの国。うーん、妹ですはないのかな。おかしいです。それサウロあサンチェスさんが欲しいだけでしょ。欲しい。欲しい。妹役欲しい。ハッチーさん、うん、残念、おっぱい、夜勤行ってきます。バイバイキン、ポッポ ポッポ大変だね。、うん、今からか。夜勤頑張ってください。残念おっぱいって。残念おっぱい。いいですよ。ナーベラーしか出てこないの。なんで。残念おっぱいだから。がっかりおっぱい。がっかりおっぱい。ナーベラーでしょ。あーナーベラー、なるほどね、漫画だろうね、うん、ありがとう。なんかないの、家族との思い出は。てかなんかね、うん、みんな家族構成とかどんななんですか、うん、皆さん要はどんな兄、うん、どんな家族兄弟というか家族でどういう風に育ちましたかみたいな、うん、ああ、うん、そうだよ、この間の収録で全員長男長女っていうことだったんですよね。長男長男長男長女か、うん、珍しいかも。そう、あんまいない、ね、なかなかないんじゃない、うんうん、でも周り長女が多い、長女とか長男が多いです。あ、そうなの、うん、友達とかね、仕事仲間とか。あ、でも分かる、それ分かりますね、うん、相性が、うん、なんか仕事仲間で相性合うのはなんか同じ長女長男かな。子供っぽい人やっぱり、うん、なんか限度がありますよね。ここまで、いや、ある程度はやっぱ許せるんですけど、はいはい、あそこまで行くもなんかやっぱりもう子供だなっていうこのあったりするからな。でもさ、なんかさ、うん、長女気質って甘えにくいから、うん、甘えべたっていうのがあって、はいはい、この末っ子のさ、うん、このなんか気まずい雰囲気を翌日に持ってこない、うん、このその日でってこと。そう、翌日にはケロッとしてまた同じことして怒られるみたいなのよくあるじゃないですか。はい、はい、大人になっても変わらないじゃないですか、うん、そういうの、うんうん、見てると、あ、なんか羨ましいなって、見習いたいなって思ってしまうことはよくあります。うん、うん、そういう部分あったらもうちょっと楽なのになって思ったりはする、ね。うん、上が欲しかったな。だからよ、うん、お姉ちゃん、お兄ちゃん欲しかった。お兄ちゃん、特にお姉ちゃん、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 お姉ちゃんいたら何してもらいたいんですか。何してもらいたい、うん、何してもらいたい。いや、一緒に一緒になんかどっか行きたいとかいろいろあるじゃないですか。あぶねえ、何を言うの。あぶねえわおい。聞いてるから父親母親が。そうだね、お母さんごめんなさい。しっかり振ってるよ。お姉ちゃんいたらね、うん、まあ、年がちょっと4つぐらい離れてて、うん、先に車の免許を取っててほしい。あ、そしたら漫画倉庫とかいろいろね、連れて行ってもらえるさ。別にお姉ちゃんじゃなくてもだったら、ね、お兄ちゃんでもいい。お姉ちゃんじゃダメなんです。なんで。男兄弟で育ってきてるから、うん、やっぱ女性が家に欲しいんですよ。あ、お姉ちゃんと喧嘩したいんです。喧嘩したいんだ。喧嘩もしたいんです。しっちゃかめっちゃかにしたいんです。でも女性口強いって言いますからね。絶対以上お姉ちゃん強いさ。それ打ち負かしたいわよ。力には勝てないな。でもうち弟一番下の末っ子が、はい、すごいもうやんちゃ やんちゃすぎて、はいはい、鬼リーゼントみたいな。うん、そういうそういうやんちゃじゃなくて。あ、それやんちゃじゃなくて。ごめんね。なんかうまくなのか、なんかすごいね、あ、もういい加減にしなさいよみたいな時があったんですよ。はいはい。でもうその時に
もういい加減にしなさいよっていうつもりで腕を掴んだら、向こうは私よりがたいなので、はいはい、体も大きいので、もう力も強いし、バッて振り切られた時に指がポキッて折れちゃって、折れた、瞳の指が、私の指がポキッて折れて、でその時はただの打ち身っていうか、なんかこう捻挫か何かだったのに、はいはい、3日経ったらどんどん膨らんでくるんですよ。うんそんな折れやすい人って分からない、そんな折れる、いや、あなたが貧弱だった可能性ありますね。あっちもうまくだって痩せてるから、もうひとりさん、まあ、折れやすかったんかもしれないけど、ちょっと今チョップしてみていい？いいいい、定型沈熟折るなよ、定型沈熟、来週は結構鍛えてるから来週本番ですよ。あ、そうだな、本番の後だな。じゃあでも弟に言ったらさ、矢代わりって言われてこんなもんですよ、そういうよね、なすりつけ合いですよ、本当にありますよ、それは残念ですよ、うん、なんかあるの、なんかあるみたいな雰囲気出てるけど大丈夫ですか？曲いきますか、はい、うん、ただね、うん、曲2週にわたり曲、予定してたのを間違って持ってきちゃった。え、ああ、じゃあこの曲名じゃないんですね、うん、おっぱいに気を取られてさ、ちょっと取られすぎじゃないですか、いくらなんでも好きですね、うん、あ、じゃあ代わりとの言ってはなんですが、はい、アンダーワールドのボーンスリッピー、あの洋楽ですか、うん、俺知ってますよ、俺が本当に学生ぐらいの頃の映画の、うん、トレインスポッティング、はい、知ってる？わかんないです曲しか知らないです、スイートスポットしか知らないです。やめろ、バナナのね、バナナねってそれ以外バナナのね、検索するな母親スターウォーズで主人公してた、ユアン・マクレガー、はいはい、オビワン・ケノービーです、そうそう、うん、がもう役中のジャンキー兄ちゃんたちの青春ドラマのテーマですな、はい、お、聞いてみましょう、うん、これが、はい、お送りします。懐かしいなこれ、もうこの入り口からそうですよね、もういや、名前何でしたっけ、アーティストアンダーワールド、アンダーワールドですよね、岩間クレガーね、聞いた瞬間にアンダーワールド、岩間クレガーね、うん、わかんない、岩間クレガーは あの女優でしょ、俳優ね、俳優女性にしない、あ、もう俳優ね、俳優この歌が一番有名でしたっけ、そうかもな、ね、俺それで知ってると思うんですよ、うん、あのジャケットこの寒そうにしてる人でしょ、それじゃない、いや、ジャケットまで、あ、それじゃないですか、映画のなんかポスターみたいな、あ、そうそうそう、それ、水かけられてちょっと寒みたいな、濡れ衣かよみたいなポスターでしょ、それでや、それ言うとだよね、ケイシー高飛車さん、こんばんはって、あ、ワンバンコ、ワンバンコ、妹さんですか、違うでしょ、あ、違うか、ケイシー、ケイシーさん、あ、ケイシーさんか、アッチーさん、次男なんだ、いないですよ、俺、妹しか、妹いるっていいよね、響きが、ね、いやー、どうですか、最高だよ、妹2人ですよ、2人もいる、あららぎくんか、お前は、あららぎくん、あ、化け物語、あー、知らないやどうかなんか、見て、ちょっと化け物この曲いいな、いいって言ったらもう、好きそう、有名ですよ、この曲で踊りだから石川まで帰れそうだな、帰れないでしょ、帰れないか、同級生しても帰れないです、帰れないか、帰れないか帰れそうって踊りながら、はい、ちょっとダッシュして息切れしてます俺こういうテンポ好きなんだよ、うん、なんかめっちゃサンチェスさんって感じ、大好き、ケイシーさん、ワンバンコ、ちなみに男3人兄弟で真ん中、あー、ぽいぽいぽいはどうかぽいなと思った今、想像できた、ポンポンポンってケイシーさん兄弟ね、お姉ちゃんいると思ってたんだよな、お姉ちゃんいないの、誰誰、バナさん、お姉ちゃん、あ、バナさん、うん、あ、いないんすか、お姉ちゃん、本当にお姉さんいる、上だって、妹がいるんすか、また妹族がここにも妹族が、あ、俺ちょ、俺妹いますわ、え、あー、妹がいます、義理の、義理の、義理のというか、まあ、あー、そういえば、そうです、ややこしいわ、これ、今入ってるんですか、え、これだからツイキャスは流れてるんですよね、ツイキャスはね、だから、戻ってますよ、まあ、両親が離婚して、うん、でまあ、7年ぐらい前かな、お父さんが再婚して、うん、でそこでの新たな DNA です、はい、サンチェスの、うん、それが今7歳ですかね、7歳だいぶ年が離れた、20ヌーから離れた、はい、妹もデージ可愛いです、最高っす、普通に会いするんですか、うん、会いますね、うん、最高っす、妹、英語、英語もスペイン語も日本語もペラペラで、そうだったね、そうそうそうすごいよ、もうどこ行っても通用するよ、うん、やっぱり言葉ですよ、世の中は、
兄ちゃん英語喋れないの、あ、なんだっけ、なんかスペイン、お兄ちゃんこれぐらいの意味もわからないのこれはフラン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 みたいな、死に行ってる場合英語だよ。あ、スペイン語かな、俺スペイン語わからないから、うん、スペイン語で死に行ってるわけ、うん、あ、俺せーのなんて聞いたらじゃん、うん、そこ俺プッツン来て、いやいやいや俺はうちなんちゅどうとあなたとは環境が違うんです、それで言わないでください。完全黙ってた。アスファルトをガン見したの。かわいそう。鬼ガン見したアスファルト。妹可愛がってる。で、ちょ、可愛がってるけど、環境が俺と前違うんだよっていうのをちゃんと分からせてあげないとダメだなと思って。7歳、まあ7歳か。そんなガン見するぐらい見せたの。提携言われて、いや、ちょ、怖いさ、この年が離れた。もう大人やし。大人からバーって死に浴びてされて。かわいそう。ごめんなさい、的な。いきなり現実突きつけられた。いきなりね。ちゃんと分かってほしいと思って、俺は。そういうところをね、細かいけど怖そうだもん、サンチいじられ方が子供、なんか聞いたことないよねそんないじられ方はないでしょ、ちょっと年上にこんなこと分からないスパニッシュアビランケーとか、外し方もすごいし、スパニッシュ若い意味やったからそろそろ終わるよ。サウルの心さん、誕生日おめでとうございますって、今さら開けてすぐスポンサー紹介だしね、うん、サイガーさんもこんばんは、おしろいおしろい、ケイシー、めっちゃお母さん敬語さ本当だ、おめでとうございます。こういうところしっかりしてないとな。そうよね。はい、続きましてスポンサー紹介のコーナーでーす、はい、今週はエービックですね。エービックですね、うん、ですね、まあ家族のテーマということで、はい、まあ僕たちエービック青年祝いとかの撮影もしております。よくやりましたね、うん、おじいちゃんおばあちゃんのね思い出作りということで、ね、いいですよ、やっぱ最高ですよ、残しておいた方が後々、うん、見直してね、はいはい、こんなこともあったなーって、あんなこともあったなーって、うん、結構おじいちゃんおばあちゃんやっぱり先が短いというか、そうですね、笑いながら言わないと先に残しておきましょうと、うん、そうそうそう、いつでもフラッシュバックできるよね。ダビングとかでも昔 の、はい、おじいちゃんおばあちゃんの映像とか映ってるから、これ DVD にしてくんないとか、うん、そういう依頼もあるので、はいはい、うん、青年祝いの撮影ぜひ残しておいていかがでしょうか。絶対残した方がいいですよ、今ブルーレイもお得になっております。 ABIC では、うん、価格設定見直しておりますの で、 いいです、ね、お近くの、ここで言うと宜野湾市のラグナガーデンホテルさんとか、うん、ジャンパ岬ロイヤルホテルさん、はいはい、ニューサンワさんとかで、うん、青年祝いの、撮影ご要望があれば ABIC、指名ということでよろしくお願いします。お願いします。以上 ABIC の、スポンサー紹介でした。ありがとうございました。コマーシャルいっちゃるい。シグナスさん、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。なんかこんばんはって感じの明るさになってきた。これぐらいの天気好きだな、ね、なんかこの沈みそうな。でも今日死に雨降ってなかった、朝。嘘、降ってた。死に降ってた。警報出てましたよね、大雨、出てたよ。そうなんだ、うん、低限濡れたよ今日は、うん、そうなんです、うん、チャンドレーもヤシが午後からの天気の変わりよ、ね、最高、気持ちよかった。デイビー最高。今日朝めっちゃ事故多かったよ。あ、そうなんですか。そうなんですか。現場危うく遅れるとか。あ、どこあったんですか現場。うるま市。あ、うるま市ですか。遠いですね。ありがとうございます。やった公演ありがとうございます。シグナスさん、ケインさん、やったね。あと何ですか。あとコインこんばんは。わっしょいわっしょい。あと8秒。コインありがとうございます。ありがとうございます。4、3、2。皆さんこんばんは。こんばんは。 79.7 メガヘルツでお送りしておりますABIC のABIC ラジオ、うん、今週のテーマ、家族の思い出。思い出どんどんメール来てください。はい、家族との思い出、カモンカモン、思い出カモンカモン。あ、思い出 いっぱいあるよ。何でしょうか私ね、高校の時に、はいはい、友達作るために家族の面白い話をよくするしてたの。はいはい、それを餌に家族をちょっと聞いて聞いて、面白い話あるんだよ。うちのおじいちゃんさとかさ、うん、お母さんさとか、うん、こんな話ばっかりしてたんだよ。なんかね、親戚も家族もちょっと天然が多くて、はい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 、うん、もうひいおばあちゃんもそうなんだけど、はい、ひいおばあちゃん、うん、今
まだ私は小学校の時かな、みんな親戚石垣にいるんですよ、石垣に遊びに行った時なんかもみんな勢ぞろいで、遊ぶんだけど、ひいおばあちゃんがね、私たちが食べてるアイスを見て、食べたいと言ってきたんですよ、で、ひいおばあちゃんはソフトクリームが好きらしくて、めったに食べないんですけど、なんかその時は食べたくなったらしく、じゃあ買ってくるよっつって近く の、 あの駄菓子屋行って買ってきたんですよ、で1種類しかなくてね、で、はい、ひいおばあちゃんっつって買ってきたよっつって、ついでにみんなの分も買って一緒に食べてたの、そしたらひいおばあちゃんが、なんねこれ味ないねって言うんですよ。はい、どういうことだ。パッて見たら蓋閉めたままペロペロ本当かそれ。本当にマジか。本当に疑わないで疑わないで、ひいおばあちゃん来てるな。本当なんだってちょっと可愛かったわけこれが。まだよかったら美味しいって言わないで、これ美味しいさって言ったらもうやばいよ、もう上の皮までバリバリ食ってたら、ね、これプラスチックっていうのって美味しいさこれ。ちょうどさソフトクリームと同じ形のこの形になってるさだから、スポって取るタイプのやつでしょ。そうそうそう、それを一生懸命もう、って舐めてんの。いいばあちゃんだ、骨折れそうなぐらい笑いました。渾身のボケだった の可能性ありますよね。でもおばあちゃんなりのこの年齢でこれやったら絶対受けるぞ。若干いや最近ちょっとボケてるっていうのを匂わしてるし、やばい、これ使えるわと、そんなことしない感じのおばあちゃんでした。あの気が強くてすっごいね、ちょっと足が悪かったもんだから、みんなでこう援助しないと歩けないんですよ、でも慣れてないとちょっとこけってなっちゃったりとかして、そしたらもうすぐあんたが悪いみたいな感じで、この怖さよおばあちゃん、ひよもう本当に怖さよ、もう怖いおばあちゃんだったんですよ。責任転嫁の技がすごい。あんたが悪い、あんたが悪い、あんたもう許さんみたいなだったのに、なんでこれ味ないねーってペロペロ食べてんの。怖かった。もう最後まで食べさせればよかった。どこまで食うのかな。いやべちょべちょなってから最後これ飲むんだよって。さすがにそれは分かるはず、ひいばあちゃん。いいね。そうそうそう、こういうのいっぱいあるんだよ。俺の弟の話もあるよ。お父さんルールがすごい厳しくて、朝シャンは5分とか、アイスクリームは2スクープまでとか、とかそういうこの2スクープ、この2回スプーンで取るまでとか、そういう独自のルールがあって、大きい箱からってこと。はいはい。でこのテーブルの座る席も真ん中は俺がボスだから、俺がここに座るんだってっていうルールがすごい人で、でお父さんとアメリカに旅行行った時も、ディズニーランドで俺迷ったんですよ、頭に耳つけて。トランシーバー持ってんすけど、ガーガー言って何も連絡もつかず、で適当にモノレール乗ったらいけるだろうって言って、モノレールで結構 2,3 キロ離れたホテルに着いちゃって、どうにか頑張って英語で、俺は日本から来た、迷ってる、助けてくれと、で元の場所に戻してくれって言って戻ったら、弟がいて、死に珍熟名簿刺されて50ドル罰金。はあ、え、子供に。そう、旅行先で何かミステイクをしたら罰金を取るんですよ、お父さんは。なんてことだ。なんか自分ルールがすごい激しくて。すごいね。ミスを犯した人には罰を与えるみたいな。なるほど。家でもその皿洗いとかって、やらなかったら外出禁止とか、はいはい、っていうルールがすごい厳しかったわけ。へ、当時中学生とかだったから50ドルってでかいさ、そうですね、でかい、めちゃくちゃでかい、もう全ての全財産も取られますみたいな。ワンミステイクで、耳つけて、名簿をさらされて、迷って、提言なき字入って、50ドル取られて、なんもないっていうお父さんだったね。ランドで切ないわ。でも自分には緩いわけ。朝シャン5分って言って、俺たちが入って4分30秒ぐらいで、早くヒロキ早くって言い出してくるわけ。で、次の日、次の日とか逆に弟が入ってる時には余裕で8分入ってるわけ。いやいやいやと。で、弟3分オーバーだよって言ったら、俺がボスだと。っていうお父さんでしたね。へぇ、結構厳しかった家では。停止感覚だった。日本的ですね、そこは。そこは日本的だね。発想は日本っぽくないですよね。でもその2スクープのアイスクリームが、ある日減ってるって事件が起きたわけ。で、お母に死に疑われてから、ヒロキあんたでしょって。でも俺じゃない、俺は食べてない。ルールを守ってると。2スクープしか食べないと。で、お父さんに言っても、
いや俺は食べないよと、うん、ちゃんとルール守ってやってるんだと、うん、で夜中俺トイレに行こうと思って廊下歩いてたらまさか明かりが見えるわけ、はい、パッて見たら、はい、まさに今、うん、口にアイスを運んでる男がいたその瞬間に全て崩れたねこいつはボスじゃないとこいつは我が家のボスじゃないとあの時全部が覆ったうわーショックだそれあの時から俺は反抗心が生まれてきた、うん、だん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 、まあ、こんなお父さんですいろいろ教えてもらったってことでいいんじゃないですか、まあ、ちょっと楽しいよお互いルールをルールの縛り合いみたいなだからそういう感じなんですよね。サンチェスさんも、うん、自分ルールっていうから、うん、そう自分ルールがあるわけですもんね今、うん、お父さん見たい人は探偵ナイトスクープの、はい、蛇に噛まれて親父超えって調べれば、まあ、ちょっとお父さんのキャラクターが分かるかもしれない出るね出てますねそうそうそうだいぶ出てるどっちも出てますもんねめちゃくちゃ面白いお父さんだから、うんまあ、気になる人は YouTube とかで検索してみてください、はい、さらっとサンチェスさん出てるんですよねあれそうですね、まあ、赤股に噛まれる話なんですけどまあついでに見てくださいね高見なんかないなんかね、うん、もうなんか申し訳ないんですけど、うん、自分久米島出身なんですけど、うん、15までしかいないんですよ久米島にあそう実家暮らし、はいはい、ここからもうほぼここに一人で住んでるんで、はい、なんかそういうなんか青春時代に新規の思い出とかあんまなくて、うん、ホームシックにもなったこともないしないの一回もないです、うん、へないんだ。だから出たかったんでしょうね、俺、久米島から。あ、久米島からも。早く出たいと。まあだから、いや、それは別に悪い意味じゃなくて、はいはい、単純に多分、変わりたいっていう、うんうん、あったんですけど、だから、母、俺の父親は寡黙なんですよ。うんうん、寡黙で。で、母親がめっちゃおしゃべりで天然っていう、うんうん、もう本当に正反対の性格なんですけど、うんうん、で、兄弟みんな、母親の、うんそのうるさい部分も受け継いでしまって、はいはい、だから5人でいる時も基本的にはまあ自分たちみんな4人がわーわーしゃべってみたいなで、まあ、寝る時も川の字で5人へまさに絵に描いたようだ、うん、だ部屋なかったです勉強机の部屋はありましたよ、うん、ただもうそれも妹と共同とか、はい、うるさそうな家だな高見が5人ぐらいいるんでしょそうそうそうめっちゃ いやそういうわけじゃないですけどそういうわけではないでもまあ一番今のキャラは一番高校からできたんで、うん、はいはいだ実家の時は全然喋ってないんですよ、うん、へえなんか意外だなそうなんですよだからまあその過去についてはまあいつか喋りますけど今日テーマと違うんで自分自身のちょっと電気的な話ははいはいだからなんか羨ましいっていうか、うん、そんな感じでみんなこういろいろあるんだなと思って、うんなんないなぁ15でずっと一人でここにいるってことでしょ一人というかまあ一人というかあのまあ寮に住んでましたけど、はいはい、時はそれからはもうずっと今のところにもう今8年ぐらいすごいな住んでますねあだからそういう妄想曲みたいな一人でいるからいやひたすら妄想に走るみたいな感じなんだ妄想多分もう幼い頃からしてるんですけど発表するかしないかは多分そのまま久米島にいたらもううちに秘めて終わってましたねあ形には残してないんだ多分残してないこんなに喋るとか だから中学までの友達とかの、はいはい、が自分を見ると、うん、もうびっくりするんですよこんなやつじゃなかったっていう、180度違いますからね、うん、今のキャラと、うん、会ってみたいその時の高見やばいですだからもう知り合いドラゴンエマニエルという芸人さんがいるんですけど、はいはい、中学校のもうがっつり同じ中学校で部活がもう同じ部活で1個下なんですけどもうさん付けされますからねさん付けで呼ばれてだからもうなんかやっぱりその時の上下関係か何か知らないですけど怖く目島よくわかんない人から俺はもう全然何もないですけどでもあっちも顔変わりましたねとか全然もう話にならないですよへこんな感じで喋ると思うんじゃないですかでも、うん、もうすごいもう距離感があるような喋りになってなんかやり取りとかしてないのその離れてる全然してないです俺だからこの飲み会とかじゃないですか、はいはい、一切行ってないです俺、誘われたりしますけど、行ってもだから今みたいなキャラじゃないんで、うん、あの時の自分になってしまうんですよ、うん、そうなったら行ってもそうなの行っても楽しくないという楽しくないっていうか迷惑かけるし、うんそのとかいろいろ考えますだからなんか今でも仲いい友達とは会いますけど、うんうん、全体のとか、うん、結構やっぱ高校でも同じ高校でつながってる人もいますから、うんはいはい、でも全然高校も違うんででもなんか似てるかも私も、うん、今が開花してるから、うん、もう素の自分でいられる場所が多くて、うん、逆に
学生の間はもう自分じゃなかったです。それは全然喋れなかった。もういつまでです。もう高校とかも含めてですか。高校も含めて。あ、まあ、高校の時は結構あのまあ服飾デザイン科で好きなことをやれてたからそれなりに中学校よりは出てたけど、はい、中学校小学校特になんかもうあのやり直せない、やり直したいぐらい。マジ全然喋らないし、人との交流苦手だし、うん、もうなんか友達できてもこう喋るには流行とか流行りとかテレビとかドラマとか知ってないといけないっていう変なプレッシャーで喋れないんですよ、うん、そうなの、うん、無理だった。だからそれ高校ぐらい、高校の時はそこまで。だから高校の時は、うんうん、その術としてあ、はい、家族の話をやったら必ず受けるわけ、はいはい、だからそうそう、それで友達できたけど、そんな気使って喋るんだ友達と。30さんとかは多分ずっと幼い頃から、うん、キャラも変わらないで、まあ、うん、ポジション的にも多分要は目立つ多分と思うんですよ。いや目立ってはなかった、わかんないわかんないですよ、うん、だから多分どの世代の要は 小学校中学校の友達と会っても、はいはい、多分今のサンチェさんと多分そんなにイメージが変わらないと思うんですけど、うんうん、もう自分も高校デビューで入ってるんで、はいはい、高校からはもう高校友達は今でももう会うぐらい、うん、もう全然仲がいいんで、はいはい、っていうあれですけど、バナさんとかはどうなんですか。ああ、まあ平均してるかな。まとめすぎじゃないですか。バナさんも変わらないね。変わらなさそうなんで。変わらなそう。うん。のほほんと。安定のバナさんって感じ。暮らしてましたよ。ずっと音楽が好きだったんですか。そうそうそう。じゃキーボードずっと持ち歩いてみたいな。え？持ち歩いて。イメージです。俺の勝手の勝手のなんかシンセサイザーみたいな。チューキーみたいな。なんか鍵盤をひたすら持ち歩いてそうだなと思いました。こういうやつでしょ。そうそう、なんかそれ何あれ、何あれ、アコーディオン、モルフォンみたいな、モルフォン、あ、アコーディオン、モルフォン、モルフォンみたいな感じの、わかりますか、モルフォンって、アコーディオンだ、アコーディオンね。そんな気使って喋ったことないな。そうなんだ。うん、犬のうんこさえあれば普通に喋れるから、それだけで。いやー、だから違うんですよ。え、俺ほってほって、あ、ほてほてじゃん、ほや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 ほってほってほてほては違うな。ほやほやでもうすぐ友達になる。へー、これがうるまし石川ですよ皆さん。いいね、いいよ。なんかそういう壁とかなかったんだ。うん、なかったね、あんまり。でも今どれぐらいからもう親と離れ離れですんで、うん、もう10年ぐらい経つけど、うん、やっぱちょっと寂しい部分あるね。うん、やっぱみんな必ず話し声が聞こえてるし、誰かしら家にいるし、うんうん、何かしらあったら喧嘩したりとか、うん、まあ、あれやってこれやってとか、まあ、いろんな話があってめんどくせえなと思ってたけど、うん、今考えてみたら幸せだったなって思って。うん、大好きなんです家族が。愛してます。うん、そうですか。お父さん、そうですか。お父さん、お父さん今アメリカにいます。アメリカ、そうなん、アメリカにいますね。帰ったバイバイ。え、バイバイな。見てるかな。絶対見てないです。ね、多分アメリカ炎上してるんじゃないですか。そっか。ごめん、こう話してるうちに、はい、ツイキャスの画面どこに行った？え？マジっすか？どこ行った？え、何をしたんですか？メールを見たら分からなくなっちゃった。最初から左押せば戻るんじゃない？え？そうなの？本当に？多分ね。メールの話はじゃあもう。うん。じゃあまた今度にするか。メールの話は、うん、今度話します。うん、ツイキャス、ただツイキャスには戻した方がいいですね。ツイキャスに戻ただツイキャスに戻してる話はしない方がいいんで、会話は。そうですよ。それはもう科目でやってもらって。ごめん。リアルタイムで伝えたかったんだよね、リスナーに。そうそう。いやいや、何が欲しいの？シーンってなっちゃったからさ、今。焦っちゃった。じゃあさ、私のその家族の天然の話もっとしていい？いいですよ。いいですよ、報復セットでしょ。いや、ハードラー原型や。聞こえなかった。怖いわ怖いわ。どうぞ。おばあちゃんの話なんだけど、今度はおばあちゃん好きだな。あ、ヒーじゃなくて普通の。うん、普通のおばあちゃん。普通のって何？でヒーじゃない方ね。ヒーじゃない方のおばあちゃん。お母さんのお母さんね。そうそうそう、お母さんのお母さん。お父さんのお母さんもいるし。そうだね。お父さんの奥さんか。そっちか。人民からしたらおばあちゃんか。まあまあまあ、うん、そうそう、お願いします。めんどくせえなこの二人。そうそう、おばあちゃんが、おばあちゃんも石垣にいるんだけど、はいはい、石垣に遊びに行った時に、うん、はい、この時もまたあのいとことさ、あの水飴を食べてたんですよ。水飴、また舐める系の話か。舐める系の話。水飴食べてて、でおばあちゃん水飴好きらしくて、はい、で
またおばあちゃんも久しぶりに食べたいってことで、はい、買ってきてってなって、うん、でまたさっきと同じ駄菓子屋で水飴買ってきたんですよ好きだね近くにそこしかないから買ってきて、ではい買ってきてよって渡して、でおばあちゃんその時洗濯物干してたんですけど、はいはい、その時に渡して、でお母さんと一緒に洗濯物干しながら喋りながら食べたんだろうね、うん、渡してすぐにおばあちゃんがタタタタってキッチンの方に走っていくんですよ、うん、どうしたんだろうと思って、どうしたどうした、おばあちゃんどうしたんだろうって見に行ったら、うん、誰がこんなの買ってきたねっつって、どうした水あみに入れ歯がえ本当かおい、部分入れ歯なんだけどねどういうがっつりもくっついたんだじゃん、そうそう、おばあちゃんが思ってる水あめとは違う硬い水あめだったらしくて駄菓子屋の水飴、そのタイプあげちゃダメじゃない、あの練らないと硬いさ、はいはいはい、はい、だから練らないで噛んじゃったんだろうね、はい、噛んで ポロって取れちゃってまた激怒責任転嫁、あんたが悪いあんたが悪いって誰がこんなの買ってきたねっつって一生懸命やらせて、よかったその水飴にプラスチックの蓋がなくてオチが一緒かなと思って危なオチが一緒なわけないおばあちゃんはさすがにあのその辺は分かってるおばあちゃん今は、はい、今石垣にいます、あご健在ですか、うん、ご健在です、聞いてますかおばあちゃん、 おばあちゃんは多分聞けないと思うな、聞けないか、うん、あもう聞こえないか、あ聞こえはする、聞こえはする、聞こえてはいるかなんて失礼な元気なんですよおばあちゃん、うん、いくつ、おばあちゃんも気が強くて今70、あ若い、いくつだったか、若いね、70いくつかだと思う、うん、うん、そうそうそう、若いおばあちゃん、もう今でもお母さんと喧嘩するぐらいゲストで呼ぼうおばあちゃん、おばあちゃんゲストで、ゲストでいいんじゃないいいよ、切れられてもな、怖っいいよ、怖いな、回覧数が6人しかいないわ、あんたのせいだあんたのせいだあんたのせいだそんなこと怖くないでしょすごいな、ここらで曲いっていいですか、はい、いいよ紹介して、ですね BPM159 で白チュームです、うん、どうぞ、あっさりと、あっさりといきます、あっさり、気になった方は調べてください、おい、一旦閉じたんですね、ありがとうございます、見えてる、知られてたんだ、見えてます、あれ終了しよったよ、うん、はい、終了しちゃったよ、ありがとうございます、また再開しました、再開しました、失礼しました、ケニーさんどうも、グッドエブニン、ようやくやっと落ち着いて聞けます、 W っていうことです、 W は笑いです、あ、笑いない W ってW ってちゃんと読んじゃったな、さらの心さん、あれは昔ムツゴロウさんに怒られたことがある、なかなかレアな経験してますね、なかなか怒らないでしょムツゴロウさん、ムツゴロウさんよっぽどのことがないと怒らない、ムツゴロウさんちなみにですけど、はい、めっちゃ麻雀強いですからね、そうなの、麻雀協会会長ですから、あマジ、日本太鼓の協会の特別理事かな何かだったと思う、立ち上げからのすごい、あ動物遊びながら麻雀してたんだ、うん、あの人も不眠不休でやってたらしい、不眠不休で、でちなみにもう一個言うと今動物嫌い東京在住、そうなの、はい、絶対大丈夫だ、まあ、そうなんだ、調べてみて、聞きたくなかったそんなこと、ちなみには今 CM 中だってか曲中にいましたよあとちなみに、息子は関係ないですが、はい、今駄菓子の水飴って売ってるんですか、見たことないんですよ駄菓子屋で水飴、確かにないわ、見たことない、そうだ昔ありました、ないない俺らの時は、うん、俺もう俺見たことないですよ売ってる駄菓子、割り箸のでしょ、でも俺それまあそれも思いますけど、はい、誰が食べたのかなと思いますけど、あれ誰が買う人需要が分かんなかったの水飴の、そうなの、だってあんなうまいの食べる人いるんですよ、すかあの感触が美味しくて、そうだよ食べたくなると思う、俺あんまりだけど全然俺あんまり派なんだけど、甘いだけでしょ、寝るのは楽しいですけど食べる、ま、うん、なんか壁に投げてくっつけるのが楽しいよね、うん、なんか噛んだ感じが好きなの、くちゃくちゃか、そうそうそう、それはスニッカーズで味わいたい、スニッカーズは硬すぎる、それはスニッカーズで味わいたい、あれいつまでも歯になんかいるさ、だからいいんださ、いや何時間も遊べるよ、食べないなスニッカーズも、スニッカーズ食べた後30分以上はずっとこの歯に詰まったピーナッツで遊べるわけ、いや歯虫歯だけきそう、ね、遊べる、遊べるっていうかまあ、そうそうそう、楽しむ、そう楽しめるよねってこと、ガムみたいな感覚ね、うん、美味しい上に食えるし噛み噛みできるし、あのねっとり感がたまらんさ、
味しいです。ピーナッツバターがまず食いじゃないですか。あ、そうなの、うん、ナッツの話に戻る？ナッツね。それを戻るとピーナッツはナッツじゃない。また言っとるわ。じゃないんですよ。実はじゃないんですと。じゃないんです。だってもう。なんであくびした今。なんであくびした今。ダメだ気抜いたら。ダメだ気抜いたら。俺しっこしたら我慢して喋ってんだろ。それは我慢して。あんたが悪いよ。我慢して喋ってんだろ。ひいおばあちゃんも怒ったよ。ひいおばあちゃんの名前何？テルミ。カメ。ツル。ウシ。カマ。ナベ。おいおいおい。ひいおばあちゃんずっと呼んでたわけ。クミコ。親戚そんなにあれなんだ。なんかおばあちゃん誕生日もこの間知った。大丈夫それ。親がねあんまり親戚と交流ないし。あ、そうなんだ。うん、あ、そういうのあんまり疎いんだ。どうしました？コメント。中野町の春樹さん。あと10秒です。あ、じゃあその時読みましょう。その時読んでた。あ、しゃあしゃあしゃあ。はい、BPM159 でハクチュームでした。うん、た。こんな曲が好きなんです僕は。ぜひ調べて聴いてみてください。好きそう。中野町の和樹さん、はい、先週揚げパン持って行ったけどみんな帰った後だった、ごめんよ。マジで揚げパン食べたかった。あんたしもの大好きだ。あれ和樹さん今います。います今いますよ。いや今いますよ。間に合うかな。先週の揚げパンじゃなくてって。あ、それで大丈夫だ、先週のやつ。私アントシモがいい。アントシモって人？アントシモ。アントシモ？違う違う、アントシモ。アントシモね、高安としみたいな感じではないってことね。じゃないです。アントシモね。アントシモです。どこにあるんでしたっけ。そんな分け方しないでしょ。指定する？持ってきてもらうのに。やめてやめて、もうそんな。揚げパンお願いします。お腹ペコペコなんです。美味しいよね。 PEKO です。ペコペコです。揚げパンお願いします。いいな。家族の思い出ですよ、テーマは。うん、なんかないですか、皆さん。バナさん、思い出喋ってないですよ。喋った喋った、さっきの平均的ですとのことです。普通ってこと。平均的なことですと。あ、あのね、はい、これ言っちゃ怒られるけど、あ、じゃあやめましょう。いやいや、そうです、聞かせてください。なんかそういうの話したいね。うん、この間の収録の時に、うん、妹と顔似てそうって言われたんだけど、はいはい、ちゃんと見ると、うん、うちの妹カナメジュンに似てるんだよ。カナメジュン。カナメジュン。男性ですよね。男前なんだよ、ね。へー。イケメンなんですか。髪はどんな感じですか。髪型は。あ、ボブカット。ゴブ？ボブ。あ、ボブね。ゴブ？ゴブ狩り？ゴブ狩りやばいでしょ。ゴブ？ゴブじゃん。ゴブ狩りでカナメジュンさんはやばいでしょ。ゴブでしたね、今初の。ボブね。ボブ。サンチェの父ちゃんはニコラスケイジに似てるよね。そうですね、ニコラス・ケイジっぽいですね、かなり。へえ。でもよく言われるのはジャンレノも言われますね。ああ、似てる。ジャンレノ太らしたらそうかも。最近ちょっと太ってるんで、ちょっと太らしたジャンレノみたいな、うんうん、いつも黄色いポロシャツ着てるんで、うん、100% 分かると思います。黄色いポロシャツに黒いベストを着てるんで。たまにカウボーイハットかぶってるんで、うん、最近はターバンみたいなやつが多いかな。ね、今ターバンみたいなやつ巻いてます、ね、その時のマイブームっていうのがあるんですね。多分あるんだはず、うん、たまにホラガイ持ってるし。意味が分からない。嘘だ。本当そう。すごいな。本当にホラガイ持ってるんだよ。カバンみたいにして持ってる。なんかこっち肩にかけて。カバン代わりに持ってる。何のために。あの、拭くためです。そうですね、拭くために。すごいね。まあ、お父さんだいぶ変わってる人だから、うん、まあ、うるま市とか女村とかで前あのクリーンビーチ活動とか、うん、ボランティア活動も長年やってた人なんで、うん、いいね。まあ、こういう活動してる人とか、うん、まあ、昔の FM さんとかもいろいろお父さん関わりがあって、うん、はいはい。まあ、結構中部では知られてる人で、うん、エトさんって言えばみんなすぐ分かりますね。うん、テリオスキットに乗ってます、黒い。見かけたら江戸さんって言ってくださいね。こんなに言うんですか。言います。言っていいのか。すごい指さされる。ぜひ。じゃあお父さんおしゃべり好きだから、おしゃべったら止まらない人だけ。そうなんだ。じゃあもう逆に話しかけられた方が、あ、帰れないみたいになるになるはずでしょ。時間がある方だけじゃ声かけてください。そうですね、うん、黄色い顔の人カナメジュンってバッタっぽいって言ってるけど、バッタっぽい。バッタ、バッタ、バッタっぽいかな。じゃライダーマンっぽいってことですか。ああ、うーん、バッタとは違う気がするけど。うん、あ、違うそうです。すいません、違うそうです。ごめんね。
黄色い顔の人って大丈夫ですか？名前が名前が名前だけ聞いたらすごいっすよ。だからよアイコンプーさんか。これプーさんだね。お父さんを呼んでファッションチェックを。面白いかもしれない。完全に昭和のおっちゃんだよ。シャツ出来上がりが出来上がりがねがダメダメで。家族で出かけた時の話とかってさ、うん、はいはい、こう今夏休み期間中だから、うんうん、そういう話ってないんですか？家族で出かけた、いつも出かけてたね。いつも特にお父さんと弟と、うん、俺が仲良くて、うん、もうちっちゃい頃からずっとあの海掃除やってたから、うん、20年ぐらいずっとやってて、うん、もう毎週毎週海に必ず行ってたね。へえ。もうお母さんよりもお父さんといるみたいな。へえ。いろいろ連れて行ってくれるから楽しいわけ、うんうん、俺の中でヒーローだったわけ、お父さんは。いろんなところ、乗馬ハウスとかもやってたわけ昔、うん、で海も、あ、海っていうさ、馬もいるしバッファローもいたわけ。はあ、バッファローと犬と猫と鶏もいて、うん、馬も6匹ぐらいいてすごいね。すごい楽しかった。はあ、乗馬したり、動物園じゃん、カヌーというかカヤックしたり、うん、スキューシュノーケリングしに行ったりとか、うん、いろいろお父さんが連れてってくれて、うん、泳ぎもお父さんが教えてもらって、うん、海の上に浮かびながら、うん、よく眠ってたっけ、お父さんは、うん、そういう技も教えてもらって、うん、である日お父さんそのまま寝ちゃって、うん、はい、手が見えないぐらいまで離れちゃったどこまで行くばみたいな、はい、浮いてるの一応見えるわけ、はい、怖い。天気予報寝てから爆睡していびきかきながらどんどん離れていくわけどんなよってから、うん、ゴーゴーってどん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 離れていくわけ、うん、最終的に一応手が疲れて帰ってきたけどだろうね。まあそんなアウトドアなお父さんだったね。うちなんかよく家族でボーリング行ってたな。あ、いいね、ボーリング行ったことないな。手だこボール、手だこボール、うん、でそこから帰るときはいつも楽しかった人ってお母さんが言うんですよ、うん、でみんなはーいって言うんだけど、そのはーいが元気ないときはあれ元気ないな楽しかった人って元気にはーいって言うまでやらされるっていいな、それテンションいいね、保てるね家でのテンションが最高だ。でも今でもこれ楽しかった、楽しいっていうか、うん、いい思い出だなっていうのは残ってますね。いいね、うん、いろんな思い出がありましたけれども、うん、エンディングなの？そうですよ、エンディングですよ。もうじゃあもう話足りなかったんだけどまだ足りんなこれじゃあ今週の視聴者プレゼント、はい、ビデオダビングのエビックからエビック商品券1000円分を3名様にお送りいたします、うん、プレゼント希望の方は avic@fmgino1.com、うん、avic@fmgino1.com お名前、住所、プレゼント希望と書いて送ってくださいます、はい、この番組は、うん、ビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション APIC、 片アク解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りしました。はい、この時間がやってまいりました。読んでみましょう。やっぱりラッパリさん、カモン。こんばんは、やっぱりラッパリです。そしてフォーエバー。何それ何それ。いやいや、なんかね、はいはい、今日家族の思い出って聞いてたから、うん、思い出そうと思って考えたんだけど、はい、うん、そういえば妖精になった時に、うん、妖精なの？妖精、あ、生首生首です。生首になった時に記憶も一緒にスパンって飛んでったのを思い出しました。脳みそないからね、やっぱり。そうそう、人参しか入ってないから、うん、あ、今ので思い出した。何ですか？お父さんとお母さんに人参取ってきてって言ってたっけな悲しい。はてなで返されてもこっちもクエスチョンだから。やっぱりまだ思い出せないのね。ひとみ、引いてもらっていいですか？ちょっとクエスチョンやっす。一本黒が出ました。はい、黒が出たということは次回のテーマ、怖い話。怖い話を送ってきてください、うん、じゃあ戻すよ。はい、えい、プシュ。あ、今のでもまた思い出しました。おい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 、お父さんも首が、さよなら。何音も首しかないわよ。マジか、そんな続きがあったのか。来週怖い話ということで、怖い話ですよ。最後になんか振りがありましたね。まあ夏なんでね、うん、怖い話送ってきてください。はい、なんか告知とかあります、うん、あ、あります。何でしょうか？はい、8月の19、はい、20、21の3日間に
大人になりたくないピーターパンという舞台があります。はい、我が町の小劇場、うん、那覇の海南あたりですね、はい、あっちでやるんですけど、そうですね、まあ、あの夏休み期間ということで、はい、子供まで無料なんですよ、この最高です最高です。だから親子でぜひぜひどこ行こうかなって悩んでる方は、うん、あの舞台観劇もいいんじゃないですかね、はい、と思ってます。今回私ウェンディ役で、うん、飛んでますので、はい、飛んでますよ飛んでます、ピーターパンと飛んでますんで、ね、子供だけじゃなくてね、内容はもう大人も絶対楽しめる内容になってます。うん、もう本当にいろいろ涙も愛も孤独も、うん、夢もいろいろ描いてます、うん、いっぱい詰まってます、そう、もうディズニーで見るピーターパンとはもうあの全然こんなに難しいんだってぐらい、うん、役が難しいです、深いです、奥深い、深そうだね、うん、奥深いです、ぜひぜひ見に来てほしいですね、はい、特に舞台目の前で見たことない人とかね、そうですね、生の役者さんの演技を間近で見てみるチャンスですよ、うん、そうですね、すごい良い刺激になると思うし、表現の楽しさを知ると本当にあのいろんな意味でコミュニケーション能力とかも養われるし、うん、なんか、もっともっと人生楽しめるきっかけがつかめるんじゃないですか、つかめると思います、時間が10時、14時、18時です、はい、はい、お菓子付きです、お菓子ももらえます、はい、ぜひぜひ詳しくは私の Facebook ページでお知らせしてますので、はい、矢田部ひとみと検索してみてください、はい、お願いします、はい、エイビックからもありますよ、はい、でしょうか、はい、明日のうちのナンバーワンですけれども、はい、オリンピックの開会式の放送がありますので、15分繰り上げて11時からの放送となっております。なるほど、はい、はい、ご注意ください、お願いします、はい、この後はアニマアニのクールジャパン沖縄です。周波数はそのままで引き続きお聞きください。それではまた来週バイバイ、 Say goodbye。ありがとうございました。ありがとうございました。今日も撤収です。撤収でございます。分かった。じゃあ今日も持っていきますよ。多分帰った後に。いやー。帰った後かい。いやー。来週7時ぐらいに持ってきてほしいです。ありがとうございました。あ、サウルの小川さん、誕生日おめでとうございます。お母さん。じゃあ。